あやなです。ゆうなです。あらゆりおです。今日はスタバを飲みながら、あいみょんの偏見に答えてみたで、一人ずつ個人の質問を今回集めたので、まずあいなから、あいなの偏見を集めたので、それを二人で一緒に見ていこうと思います。で、本当か答えていくみたいな感じです。あいなとみおなの個人欲で、別々で一人ずつの偏見を集めたんですけど、まあ、今日のこの動画はあいなの偏見を二人で見て、まあ、語っていこうというスタバを飲みたいと思います。いただきます。ちょっとぬるい、氷少なめにしたいとか言ってたみおなね。今日はあれです、金曜日の平日で本当学校の予定だったんですけど、雨で休校になっちゃったので、はい、結構質問も来てますね。来ます。めっちゃ晴れてるけど、いや思いました、絶対行けたよねこれ学校。めっちゃモテそう。まあこれは定番系、モテないんです。本当にこれ答えを言うと、モテません。モテないじゃん、だって本当に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 モテないんですよ。モテないとかじゃないよね、もう告白された回数もゼロだし、普通に絡まないしって感じ。多分負のオーラが出てるから絡みにくいんだと思う。アイナといえばモテないでいいですよ。はい、いいですよ。アイナちゃんは男子受けより女子受けを狙っていそうだって。それはできるならどっちもに受けたいけど、どっちかと言ったら嬉しいのはやっぱ女子受けかも。こういうことできるの、コノハちゃんのことを食べてそう。食べてはないですね。あ、でもスマホかじったりしてる、可愛すぎて。いや、とかとそうです。可愛すぎて。ガジみたいな。メンタル豆腐そう。わかんないんでね、メンタル強いかとか自分でわかんないよね、正直。とも。まあ、普通じゃない？通常。強いでしょ。強いかな。アイナはめっちゃ強いよ。わかんない。え、でも、お前って傷つくやろ、なんか。傷つかも別に悪口じゃなくね、前髪気にしてないだって。お前のやつ違う、あのめっちゃ来るいん、なんかこの子前髪変えたらなんか良くなりそうなのにとか、お前似合うのはなんか丸顔だけみたいな、おもな顔やめてくださいみたいな。知らんやそんなこと。いい子になるって決めたんです、私。やめますよ口悪いの。今日口悪かったら一回ビンとお願いします。知らねえよそんなことって言えるのは強いよ。そうです、メンタル強い、メンタル強いと思います。今気づきました。イケメン大好きマン。そう。やめて。そう。イケメンが好きなんだ。イケメン好きじゃないですね。別に。イケメン見てイケメンとはなるけど、キュンとはしないです。別に。イケメンすぎるのはなんか嫌だ。なんか王道のイケメンとかはあんまりタイプじゃない。なんか内面とか声とか雰囲気が大事ですね。どうですか？はい。そう思います。ミオの方が。いや、ミオは見た目の方があれです。イケメン見た目はさ、それ大切だけどさ、雰囲気がやっぱ一番大事じゃない、その人も。いや、ママが嫌がりそうな人のスタイプです。あの、ネイルとかしてめっちゃかっこいい人とかは、まあ、好きっていうかかっこいいなってなります。めちゃくちゃ陽キャそうっていうのがめちゃくちゃ多い。一軍そうとか陽キャそう、超陰キャ、超陰キャ、陰キャ、陰キャっていうか陽キャではないです。でもじゃあミオがさ、ド陰キャすぎるんだろ。陰キャとド陰キャ。メイクうまくいかないとアイラインがどんどん長くなっていきそう。今日それです。今日それでした。犬から産み落とされたっていう。見て、どういうこと？アイナの親は犬なんですか？確かに。可愛い子とかを見て落ち込むんじゃなくて癒されるタイプ。ああ、確かに。そう、うん、逆、可愛い子見るとやむ。アイナその子を目指し始める多分。ああ、え、でもミオは普通にあのメイクとかし終わった後に TikTok とか見てて可愛い子流れてくるとメイクやり直す。あ、その子を参考にしたくない。そう、可愛い子見たら睨んで。そう、睨まないけど見ちゃいます。それは目つきが結構悪いから。そうなんですよ。見てめっちゃ可愛いとこうやって可愛いと思って心の中では見てるけど、向こうからしたらあいつ睨んでるなって思われてる可能性はありますね、うん。でも可愛いから本当に可愛いと思うだけです。口パクかっていうぐらい声が可愛すぎる。は？うん、うん、クレヨンしんちゃんみたいな声ってよく言われるよ。はい、低いってこと。この子たちの声クレヨンしんちゃん低いとか来てたし、コメントになんかもうちょっとアイナですみたいな感じだと思ったんかな、みんな、うん。自己肯定感高そう、羨ましい。高いかもしれないけど、自己肯定感ってな。でも病む時はあるけど、うん、自分のことは好き。自己肯定感ってあるの？身を低いんじゃない？何自己肯定感って。自分に自信があるかどうか。
渋谷で金髪の人にナンパされてそう。え、でもミュナンパされてたんですよ前。あの渋谷であのミヤパに行ったんです前。はい。それで帰り道渋谷歩いてたらなんかミオナがナンパされてて、何歳ぐらいですか？俺ちょっとさっき美容室行ってて美容室帰りなんですけどどうですかみたいななんかやってたよね。ミオはなんかもう古虫でなんかもう歩いてるんですけど、アイネがずっとあ中1です中1ですあなんか中1ですって言ったら、え垢抜けすぎじゃねって言って逃げてた。友達より推し優先しそう。そりゃそうですよ、もちろん当たり前ですよ。よくないよ、そんなこと言うの。え、でも推しのライブ行くか友達と遊ぶかってこと。推しのライブやろ、当たり前だよな、ほんま。そりゃそうだろ。友達と1ヶ月前から決めてた韓国旅行と、うん、推しのじゃ単独コンとか大切な結構デカめのイベントがあの一応当たらんと思って一応応募してたけど、めっちゃいい席当たっちゃったらみたいな。行くに決まってる、いい席ですよ。今までさ、見えんのよライブ行っていい席だったことないからね。いい席のとこ、私も絶対推しのライブですね、それは。マジで一列目とかってことでしょ。なんだろ、友達は結構会えるけど、推しってそんなずっと会え続けるってわけじゃないじゃないですか。だってさ、旅行は期間ずらせるけど、推しのライブって自分で勝手に期間なんてずらせない。その機会が最後だったらどうするのって思う。プライベートと撮影の時切り替えすごそう。え、どう思う？すごくない？自分でわかんない。ぐだぐだやってるもんね、撮影。撮影の種類によるYouTube、こういうのはさ、家だからあれだけど、うん、モデルの撮影の現場ではちょっと違うんじゃない？言われるよね、コメント欄に。ギャップみたいな。イエーイ！今日2分目コストコのクレープ1ミリずつ買っていこう。仲良くなるまでちゃん付けしてそうしますよね、普通に、うん、仲良くない子さ呼び捨てってなしじゃない。うん、私はされたら嫌だ。あれのとこめっちゃ仲良かったら全然呼び捨ての方が距離感なんか近いしいいけど、知らない人とかになんかいきなり会いなって呼ばれるとおう会うのってなる。会いみようは、会いみようはいい。でもあいみょんちゃんの方が嬉しい。めっちゃ痩せてるから心配になってるって。じゃあもっと食べてもいいんですね。ボインボーションしようか。うん、ハンバーガー好きです。うん、息絶対いい匂い。臭いです。そうです、いい匂いです。花畑、チューリップの香り。恋愛依存しそう。しないと思います。しそう。しないと思います。あいだ、うん、したことないなら分かんないよね。うん、でもしないと思います。仲いい友達と仲良くない友達で態度めっちゃ違いそう。うん、それそうやろ。違います。仲いい友達には逆にめっちゃ冷たい。そっちの方がさ、うん、それそうじゃない。なんか知り合ったばっかの友達みたいな人には優しいかも。めっちゃ彼氏たくさんいそう。はたくさんいそう。いるやんか。言えよちゃんと。いねえよいないです、本当にいないです。ごめんなさいね。なんか皆様が彼氏みたいな感じ。ごめん。じゃがりこずっと食べてそう。かっこサラダ味。細かいね。ありがとう。食べてないですよ、そんな。あれが好きだよ、ミオは。明太子味。明太もん。辛いやつっていうやつ。うん。じゃがりこの。裏でめっちゃ悪口言ってそう。裏では言わない。悪口は言わないけど、愚痴は言うよね、普通に。うん、なんか、嫌だなと思ったら本人に、キモいからやめた方がいいよっていう。私は言えないです。友達に嫌われます。で、友達がいなくなります。気をつけます。ブサイク嫌いそう。なんかさ、みんな性格悪くね？え、そんなに性格悪そう？性格悪そうに思われそんな性格悪そうに見えますか？見える？え？猫ババしてそう。たまにします。猫ババって何？だから、これ買ってきてって言われるお釣りババくる。あれか。味噌汁にご飯かけたやつ。猫ママ。かんちゃんとラブラブしてる。そうなの？してないです。向こうがしてくる店。私は友達に甘えたりしないから。使い終わったカラコン貯めてそう。あ前貯めてて、なんかそこに水を入れて、そこにワンダのカラコンめっちゃ二人で入れてて、めっちゃ貯めてたね。もう育てた。もう我が家の子供たちみたいな、ペットみたいな。そしたらカビが入って、ある日突然ママに捨てられました。あいみょんはもう大切にしてたから、髪生えててもいいから捨てないでママが、いや捨てるよ、汚いよって。みおなちゃんのことはむっちゃ好きそう。わかんない、好きだけど嫌い。存在は好きだよ。双子の妹としているとか、なんかそう、まあ、家族だしな。そう、好きだけど、なんか性格とか本当に嫌い。意外と頭良さそう。
意外と頭悪いです。意外でしょ、みんなびっくりしたでしょ。意外と頭悪いから。小悪魔系 JC、 え、でも小悪魔系かな、どう思う。天使系か小悪魔系でしょ。知らないの。でも泣き虫しそう。え、それはみんなだけない。マジで愛の中の誰かから DM 来た。ガチオタしてそう。ガチオタって何ですか。SNS 上だけで騒ぐオタクではなくて、うん、現場とかは行くけど、そんななんか限界オタクとかではないですね。推したくさんいそう。私のまず推しは4人います。1人目がワンパクトさん、森家の日常さんと、うん、運気ボーイさんと、このリリさんですね。リリさんです。あれです。目の推しは7人だと思う。わーい、すぎ。まず、ミーアイの高見彩音ちゃんと、あ、知ってます。あと、ミーアイの海老原つづみちゃんと、ミーアイの桜井美優ちゃんと、いっぱいいるな。ミーアイの清水恵子ちゃんと、あと、ミーアイの笠原桃奈ちゃん、あとワンパクトの大曽美。あいな、ワンパクトは一応、高橋推しだから。森家のみんなと、あと、ウンギボーイです。実は、視覚過敏症、かっこ、ギャップ萌え。は？は？おもろすぎだろ。ミーアイファンの子だと思う。知覚過敏なのがギャップ萌えって思ってくれるのはもう可愛いですね。何でも私のこと可愛く見えてきちゃうみたいな感じだと思うんですけど、ベタボレってやつだと思うんですけど、めちゃくちゃ知覚過敏です。アイスの実とか本当に好きなんですけど、食べたくなってきた。歯がキーってなります。人参ぶさぼり食ってそう。最近めっちゃ流れてくる人参をカリって食べとる、むしゃむしゃ食べてる女の可愛い子がめっちゃ流れてくるけど、その子みたいな感じで人参をそのまま生で食べるってことはあんまりできないんですけど、普通に人参しりしりとかめちゃくちゃ好きですね。大人っぽいのにバブちゃん、かっこもはや偏見じゃない。偏見じゃないの送ってこないでもらっていいですか。はい、送ってこないでください。はい、そうです。ごめんなさい、鬱陶しいっす。冗談ですよ、今日エプリルフールなんですありがとう。将来子供とか旦那さんいらなそうで、その代わり全力でみんなから愛されてるアイドルになってそう。あ、そういう感じね。なんかもう子供とか旦那さんとかはやばいわ、ほげ抜いてる。いらなくて、愛のはみんなから愛される側のずっと存在そうっていうことですね。どう？そうですね。そうだな。結婚願望あるじゃん。ないですね。そんなさ、中1に聞かんといて結婚願望。何歳までにやしたいかってこと。50ぐらい。愛す側より愛されたい側だから、なんかやっぱアイドルになってオタクに愛されたい。みよも、あ、いいなちゃん、かわいい、かわいいってコールされたいな。アイドルになりたいです、最近本当に。まずはアイナのね、偏見、アイナが集めた偏見に答えてみました。まあおもろかったですね。いろんな偏見があっていろんな風に思われてるんだなっていう、うん、私もまあこんな感じで、まあ、一番言っておきたいのはモテないです。あ、そんなに主張しないでいい、悲しい。モテないですアイナは。っていうことで、私もこんなにみんな私のことこう思ってくれてるんだなって、まあちょっと私のこと嫌いなのかなみたいな偏見も来てたんですけど、あ、ブスだ見るか、うん、違う、なんか私がそんな性格悪そうに見えてるんだみたいなのもありましたけど、まあ、それも含めて意見が聞けてよかったのと、それに対して答えれたのがすごく良かったです。アイナの偏見でした。次の多分動画はミオナの偏見の方になったので、そちらも見てください。はい、ということで、この動画がいいな、アイナちゃん可愛いな、ミオナちゃん可愛いなと思っている人はチャンネル登録、まだ見てね、バイバイ。